巨人軍のオーナーいいよ、多分儲かると思うよ。小畑さんオーナーになったらオーナー会議に出て発言って星野監督が怒ってるよ、あんたにお前のおかげで優勝できたやー、もう号泣しましたもん。じゃあなんで日本から選手をメジャーリーグ MLB が取るかっていうと、 NHK が払ってる放映権料って150億なんですよね。 MLB に払ってるお金って150億払ってる。だから日本から選手が来てくれなきゃ見ないじゃないですか。なるほどね。いないということは NHK は払う価値がないんです、うんうん、MLB なくなるのね、はい、だから取りたいわけですよ。で取りたいのに例えば取れなかった選手っていうのはよっぽどメジャーでは通じないっていう選手なんですよ、うんうん、今はジャイアンツもその少年野球チームの人たちも、うん、スカウトになってるじゃないですか。 OB スカウトみたいな、はい、メジャーではまあバードドッグ、どれかいい選手いたらちょっと情報回せよみたいな、うんうん、とこからこう8段階目ぐらいまで行って、それが全員30人ぐらいで見て、最後スカウト部長と中心になってみんなで見て一人を取るか、大体外れがないらしいです、うん、だとにかくそういうシステムがこうメジャーのシステムでいうとみんなで稼ぎましょう、みんなで見ていきましょうって最後一人決めましょう。だから20億払える、例えば200億10年契約できる球団が出てくるらしいです、うん、だってドームもヤンキースタジオも5万人5万人ぐらいのもんじゃないですか、うん、なのになんで日本は20億払うほど稼げないのっていう、坂本に菅野に払えないんだっていうと、それで稼いでないってことじゃないですか、うん、だから日本で売ってる MLB のこうマークだけでもロイヤリティが必ずメジャーに入るっていう、うん、そのメジャーの関係者の人に言わすと相撲もったいないって言うんですよ、まあ、もちろんモンゴルですよね。モンゴルもそうだし、そのブルガリアとかから来た選手、うん、ブルガリアに放映権買ってもらえばもっとブルガリアから力士取って、うん、それが強くなって放映権料を買ってもらえばもっと潤うのにっていうのが、うん、その相撲ってもったいないなっていうことらしいんですよ、うん、まだまだ大きな企業になるんだっていう。それで言うとなんかその世界で何かをこう仕事ができたら金っても無限大になっちゃうんじゃないのっていう、うん、日本だけだったらもう下から知れてるらしいんですよね、プロ野球にしても、うん、だから楽天にしてももうアマゾンになんとか追いつけ追い越せていろんな世界にこう持ってったみたいなんですけど、だそれを早く先見の目で何かやれるとしたらそれは儲かっちゃうんですよね、うん、球団すぐ変えちゃう。そういう増やす、あれさ、プロ野球をさ今12球団で例えば16球、16あと4つぐらい増やすっていうのが2、3年前ちょっと話題に出たじゃん。出ましたね、王さんなんかもいいなって言って、はい、あれは不可能なのかね。全然不可能じゃないんじゃないですか。ただその数がそれだけの企業がないってことだけじゃないですか。ああやっと日本もパリーグ TV とか、うん、何年か前からパリーグはパリーグで統一してお金稼ぎましょうってやりだしてるじゃないですか、うん、誰がこうみんなメジャー方式になるといいんじゃないのっていうのは思ってるんですけど、やっぱそのあんまりにも稼ぎがメジャーみたいに世界にこうシェアがないじゃないですか、うん、今アメリカって18カ国ぐらいの人が来てるんですよね。なるほど。もう18カ国の人間がこう集まってやる、で18カ国とこう商売がビジネスができるみたいなんで、まあ、それがないんでしょうね、うん、日本の場合は球場をこう持てる都市もこうやっぱ日本で国土そんなアメリカほど ね、 そうですね、50分の1ぐらいしかないのに球団は12球団あって3分の1ぐらいだもんね。そうですね。そうやって考えるともう12球団で1リーグ制ってどう思う？結局は僕が思うにはですよ、だからファンの人が何を見たいか、うん、でどういうことをしたら喜ぶか、うん、で結果どういうふうな利益が出るのかだと思ってるんですよ、うん、でそれをドイツリーグだけで試合をして一回やったじゃないですか日本も、うん、僕らが入団する前に前期と後期分けてみたいなとか、あれをこうやってもうまくいかなかったってことはやっぱ定着しないんじゃないかなと思う。1リーグ制っていうよりもこう簡単に言えば3つに12球団を3つに4-4-4に分けて、まあ、西、中、東みたいに分けてそこでこう基本的にリーグ戦やってあとは交流戦を少しまぶしていくようなやり方が一番こう面白いんじゃないかなっていうのはなんか感じはちょっとザクッとするの。一回やっちゃいたいですよね、うん、そう思ったらなんか、うんうん、だからそれが小畑さんもオーナーになったらオーナー会議に出て発言って一回やってみないですかね。巨人軍のオーナーいいよ、多分儲かると思うよ。すごいでしょ。ただ、まあ、その、ちょっと読み入りになきゃいけないじゃないですか。まあ、難しいよな。デーブはさ、西武でバッティングコーチだったから、そうです。バッティングコーチして、うん、その後楽天でコーチをして、2軍監督して、最後楽天で1軍監督までしたけど、まあ、当然、その役割は違うじゃん、コーチと2軍監督と1軍の。はい、俺はね、まあ、俺もコーチと2軍監督やったけど、1軍のヘッドコーチも2年間やらせてもらったけど、一軍の監督という経験がないから、うん、一軍の監督っていうのはどういう景色でどういう感覚で例えばどうやって言われるのか、来年から一軍の監督になれっていうのが
ぜひデーブに会ったら一回聞いてみたい。今まで聞いたことなかったからさ。そうそう、どういう経緯で一軍で、まあ、まず 誰に言われたの？まあ、最終的に言われたのは星野監督からなんですよ。星野監督、はい、あ、でも、まあ、社長が言わなきゃ、球団の決定は社長が言うわけじゃない。社長 もちろんもう社長も僕らより若いし、うん、で星野監督のことお父さんと思ってるような人だしみたいなので、まあでもいろいろありましたよ、そこに行くまで。ただ1年間だけ1軍のバッティングコーチやって、うん、まあ、そのシーズンに5割で1軍の試合が終われれば優勝争いを翌年できると思ってたんですよ、うん、このない戦力で、うんうん、で正弘も調子悪かったんですよ。でもこの正弘が悪い状態で5割で終われたら来年正弘がもう貯金したら優勝あるなと思ってたんですよ。だけどその翌年から僕2軍の監督やれって言われた時に、ね、あ、これやばいなと思ったんですよ。これ監督やらされんぞっていうその時は思ったんです。やめてって、もう本気でやりたくなかったんですよ。あ、次に1軍の監督って、そう、もう流れが、あ、もうなんか2軍監督行ったらなんかそのまま1軍の監督やるような空気なわけですよ。もう星野監督の僕に接する言動とか、うんうんうん、なんか球団の人たち の、うん、その今までの感じ、デーブさんから、まあ、二軍監督は監督って呼ばれるけど、うん、どうも二軍の監督で終わらない監督っていう呼び方なんですよ。なるほど、ね、この後 ありますよ、あなたみたいな、うん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 、いやーこれ嫌な気すんなって、うん、これはまずいぞと思って指揮を取り出したんですよ、うんうん、でもやっぱりやっちゃいけないのは星野監督の野球をやらすことが大事であって自分の野球じゃない、だから全て星野監督のお伺いを立てるっていうのをやるんだけど、親父はええんじゃええんじゃ好きにせえって絶対言うんですよ、うん、でももう嫌なんで、うん、本当に1週間に一遍は親父に電話したり、うん、ちょ球場行っていいですか、おいや来いって言って、うん、今こうなんですけど、まあ、内田がちょっと怪我してるんですけど使い続けるって決めたんですけど、親父どうしたんですか、もうやらせえ、これでええやん、厳しさを乗り越えて、いいですか、ありがとうございます。でそこの球団にも報告して、うん、まあ、後ろ盾もいるんで欲しいじゃないですか、うん、星野監督にも許可をいただいたので、うんうんうん、トレーナーとも話してまた試合使いますね、うんうんうん、みたいなことをやって、でまあ1年終わった、まあ、優勝したわけですよ、うん、1軍が、うんうんうん、で翌年、まあ、その優勝した時も実は正直田舎の球団じゃないですか、こういう都会にいる球団じゃないですよね、田舎に孤立してるわけです、はいはい、ヤクルト巨人横浜みたいなちょっと車で行ったら都会の人だとかじゃないんですよ、うん、だからそこで何が楽天に起きてたかっていうと、1軍の優勝に全員が向かっちゃってるから2軍には疎開感しかないんですよ、孤立してるんです。あれ2013年だっけ、いやそこでね2017年か僕忘れちゃったんですけど、正弘が24連勝した時ですからね、そうそう、ジャイアンツに日本シリーズで勝った時でしょ、そうです、うんうん、まあ、疎開感しかなかった時に俺三木谷さんすごいなと思ったのは、三木谷さんから連絡来て、うん、でデーブは明日の夜空いてる、空いてますよって言って、うん、でもまあちょっと監督にもちょっと僕必ずお伺い立てるんで、うん、まあ、ちょっと予定見て連絡しますって、うん、ちょっと星野監督にお伺い立てるんでって言いづらいんで、うん、オーナーにも、うんうん、で親父に電話して、親父明日三木谷会長来て食事に誘われてるんで行ってるんですよ、ええやええや言っとるやないか行ってこいって言われて、うん、はい分かりましたって言ってオーナーに電話して会ったんですよ、うん、で2人きりで食事をして、うんうんうん、デーブさーって、まあ、一軍これ優勝するじゃない、まあ、しますね、間違いなくしますって、うん、日本シリーズもしますよ、うん、まあ、デーブ言うの当たるもんなとか言ってくれてたんですよ、うん、まあまあその3年以内には勝てるチームになりますよ、うん、まあ、正弘次第でって言ってたんです、まあ、誰でも予想できるんですけど、うん、その時に三木谷さんが言ったのは、みんなさでも球団もこんなになって日本一向かっちゃってるけど育成ちゃんとできてるって言うんですよ、うん、球団見えてないんじゃないって2軍のことって、うん、すげえなこのオーナーはって、うん、2軍見えてんだと思って、いや実はねその通りなんですと、その疎外感なんです、うん、じゃあどうしたらいいのって、じゃあそこはちょっと会長、星野監督とお話してもらいたいんですけど、まあ、僕らを解雇するなら解雇する、もう通常就職活動しなきゃいけない人たちもいるんですと、うんうん、もう日本シリーズ迎える前に、うんうん、そうだね、はい、なんで必要なら必要というものを星野監督とお話し合いしていただいておいて、うん、のをしてもらうとありがたいんです、ああすぐするわって言ってくれたのが、うん、どうも三木谷さんは星野さんに言う前に社長にしたんだと思うんです。翌日電話来たんですかね、社長から、ちょっと駅前のホテル来てくれるみたいな、俺の年下だろうと思ったけどタメ口で何こいつを威張ってんだと思って、うん、まさかそんな話してると思ってないから、うんうんうん、だからあんた何余計なこと言ってんのみたいなこと言われて、うん、なんすかって、なんか人事のこと言ったらしいじゃないオーナーに、うん、星野監督も怒ってるよあんたに、え、明
昨日話しましたよって、うん、ああ分かりましたっつって、じゃあはいすいません、ですぐあの監督好きの今ロッテにバッティングコーチやって川野さんに電話して、うんうん、川野さんあの親父いますって、 今上から降りてきます、俺ダッシュで行ったっすよ、うん、駅前のホテルから親父のマンションまで、うん、直線で 600m ぐらい、うん、カール・ルイスより速かったはずなんですよダッシュで降りてきて、うん、何や、いやちょっと詫び入れたくてって、いや乗れって言われて、うん、何や、ま、大変申し訳ありませんでしたと、余計なことしたんで、あの、まあ、分かってますよ、吉田監督もその内容は絶対、うんうん、そんな日本シリーズ終わってからやって言われて、うん、上まで来るの、お前ら来んなって言って、分かったなって言って、ああ、もうクビだなと、うん、まあ、俺はでも、順番は間違ったけど、俺は親父が言うように、二軍のコーチを守ろうとしただけだと、うん、もういいって。うん、結構すっきりしたんですよね、うんうん、でまあ日本シリーズでそのまま勝っちゃいました、うん、で勝った翌日に親父から朝電話あったんですよ、うん、ああ来たもん早いなってもう首かよと思って早いなって、まあ、早いなって親父もすげえな日本一になった次の日にと思って、だから親父のその仙台で一番いいマンションの下にレストランがあって、うん、そこに来いって言われて、なんか知人の方と言ってそこ座っとけって言われて、これ2時間ぐらい座ってたんですかね、知人の人たちとお茶飲んでるのを見て、うん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 、なんだこの時間と思って時間待たされたってこと？まあ2時間大げさかな、長く感じ、まあ1時間は絶対待ってるんですよ、うん、1時間で、うん、あのわしはデーブと話し合うからお前ちょっと部屋行っておいてくれって、だから部屋行かしてよ最初にと思うじゃないですか早くかっさばいてくれ早く行ってくれってその時にまあ親父からもらったもう寒いのにポルシャツ着て、セーター着て行ったんですよ、うん、本当にこの人のおかげであのもう一回ユニフォーム着れたなと思って、うん、よかったよかったと思って行ったら、いきなり星野監督が手出してきて、お前のおかげで優勝できたんやって言ってくれて、うん、と思って、うん、ようやったね、ただなこの子今回のこと分かったやろって、お前も妬まれる人間になったやって、政治家にならんかいって寝回しやって言われて、うんうん、もう号泣しましたもんね、もう涙が止まんなかったです。だからまあその後ちょこっと話してくれて、お前のやったのはもう俺が教えた通りのことだったと、ただやっぱりそういう誤解を受けちゃう、うん、やきもちで誤解を受けたんだと思う、まあお前の性格だから俺には相談できなかったんだろうと、うん、それをなしにこれから言ってこいって、でそれで言えたのが、優勝したわけじゃないですか、うん、日本一になったのに、うん、我々の契約誤解、俺500万ダウンだったんですよ二軍監督、って500万ダウン500万ダウンだったんです、1500万が1000万ってなったのかな、でその時はその球団の本部部長とか来たから、うん、どうせ社長でしょって、うん、ちょっと待ってって、デーブカンパニーとデーブ大久保と3社契約してるから、うん、デーブカンパニーのオーナーとして言わせてもらうって、バカかあんたらって、優勝して500万下がる二軍監督が反抗するバカどこいるって、それが OK すると俺はオーナーじゃないよって、うん、帰ってくれ一回って言って星野監督に電話したんです、チンコロ入れたんですよ、うん、親父500万ダウンなんですか、何やそれちょっと待て、ダンキー入れて、本当1分後です、現状維持で許したってくれって言って、あいいですありがとうございますって現状維持になってる、へえ、あんな焼き餅上がれる、ある意味すごい球団だね、びっくりしましたよ。